一つ。どうも、じゃあ篠原です。今回は勉強時間を強制的に増やす方法、朝活ということで、まずはね、実際俺がやってるところを動画にしたのでご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。今ですね、こちら、夜の23時11時の18分ということで、これからですね、僕は寝ます。寝るんですが、朝早く起きて勉強する、まあ、いわゆる朝活をやっていこうと思います。ということで、おやすみ。はい、おはようございます。今ですね、朝の、5時57分、朝まあ6時ということで、まあ、大体6時間ぐらいの睡眠時間、実際にはまあ5時間ぐらいですかね、の睡眠時間で起きることができました。で、まあこんな感じで早起きするっていうのは、まあ一応受験勉強においては勉強時間をそのまま増やすということができるので、まあおすすめの方法ではあるんですが、めっちゃしんどいというのがあるので、この朝活をやるかやらないかっていうのは、まあ試してみて続くかどうか判断してもらえたらなと思います。以上ということで、朝活についてでした。はい、ということで朝活ですね、まあ要するに朝早く起きて勉強するというのが朝活になります。で、最初に言っときます。これめちゃくちゃしんどいです。めちゃくちゃしんどい方法なので、誰までやれというものではありません。特にですね、部活とかでまあ頑張ってガンガン動いてる人とか、まあ睡眠時間削るとプレーにも影響したり怪我したりとかしますので、まあどうかなとも思うんですが、一応俺自身まあやってうまくいった方法でもあるし、かつまあ確実に勉強時間は増えるし、あとやるとわかるんですけど、なんか頑張ってる感が出るんですよ。頑張ってる感が出るんで、多少ね、こう難しい問題とかが出ても、いや俺あんだけ頑張ってるしなと、絶対解けるはずって思えるっていうのが、まあ一応朝活のいいところ。ただめちゃくちゃしんどいです。めちゃくちゃしんどいので、まあやるんだったらちょっと例えば曜日決めるとかね、火曜日は頑張るとか、なんかそんな感じにしてもらえたらなと思います。で、朝起きるための工夫として、カーテンを薄手のものにするという方法があります。カーテンを薄手のものにすると朝日が昇ると、部屋が明るくなります。部屋が明るくなると目が覚めるようになっています。まあカーテンが厚いやつだと、朝日が昇っても部屋は暗いままなので、まあね、ずっと暗いわけですから、完璧な熟睡ができてしまうわけですね。なので、まあ、カーテンを薄くすることで、あえてちょっと薄手のものにすることで、朝太陽が昇ると同時に目が覚めやすくするという、まあ人間の、生態をね、使った方法がまず一つあります。で、次、メンタル面なんですが、まあ、この二つですね。起床が30分から1時間はスマホ、あるいはゲームですね。ゲームで遊んでいいっていう風にすると起きれます。実際これは、俺自身やりました。やって、布団の中でうだうだする時間あるじゃないですか。あー、朝かーと。なんかこう、目覚めてるけど、起きたくないなー、でもなー、みたいな時間あるじゃないですか。あー、まあ、勉強かー、みたいな時間があると思うんですけど、ゲームしていいんだと思うと、起きれるんですよ。よし。遊ぼうと。ではこれね、スマホがいいと思います。朝の30分から1時間は、スマホをいじっていい。スマホゲームしてもいいし、LINE 返したりとか、インスタ見てもいい。YouTube 見てもいいっていう風にすると、もうその時間ね、こう、リフレッシュできるんで、まあいいかなと思いますね。で、あと課題をあえて残すということで、これはね、運動部におすすめの方法です。宿題をやらないということですね。朝にやるんだと。夜帰ってからはやらないというのが、運動部におすすめの方法で、何かっていうと、運動部、特に俺もまあ柔道やってたんで分かるんですけど、気合根性じゃないんですよ。もう勉強なんてできるわけがないぐらいヘトヘトになってるっていう時に、家に帰って勉強ってまあ無理なんですよ。で、うとうとしながら机で寝ちゃったりとかして、あんまりこう集中した勉強ができないっていうことがよくあります。っていう時におすすめなのがこの方法、課題をあえて残しておいて、まあ家に帰る、まあ大体ですけど、まあ7時とか8時ぐらいに帰るかなと思いますが、そっから飯食って風呂入っていろいろやって、9時になるじゃないですか。で、9時になってまあヘトヘトなわけですよ。で、そこで仮眠をとってまあ勉強するのもいいんですが、もう一つの方法がこれ。もう9時に帰ってまあ1時間ぐらいちょっとうだついたら、もう10時ぐらいに寝てしまうと。寝てしまって朝5時に起きて朝5時にやるというのが方法としてはありますね。で、これね、効果的です。すごく。やらないといけない課題だから、まあ絶対起きないといけないわけなんですよ。だからまあ起きて勉強できるので、まあこれは効果的ですね。だからこういうまあ飴とムチ的なもんです。飴ですよね。こういうスマホで遊んでいい、ゲームでしていいんだっていう飴の方法とムチですよね。絶対起きないと宿題サボった状態で学校行くことになるから、あるいは自分の勉強の課題ができてない状態で学校に行くことになるから困るっていう、まあこの二つですね、がある状態で起きるっていう風にするのがまあいいかなと思います。
はい、他にもね、夜しっかり寝るための工夫とかもいろいろあるんですが、まあ、今回は朝活ということで朝起きるための工夫について、紹介しました。これはね、さっきも言った通りそんなに誰までやるものではないです。本当に勉強頑張ろうって思ってる勉強ガチ勢専用の、かなり過酷なハードな勉強なので、とりあえずやってみてしんどいなと思ったらやめましょう。でもね、まあやってみるのはいいかなと思うので、よかったら朝活やってみてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。